いにしようかな。ステビアさん、元気がないみたいですわね。もしかしてタンドリオンさんのことかな。なんかいろいろあったみたいだし。あ、気になったら聞いてみればいいんじゃない。ねえねえステビア。ああ、はい、いかがなさいましたか。さあ、結局タンドリオンとどういう関係なの。ちょっとペパーミントさん、直球すぎますよ。そうですわよ、誰しも言いたくないことの一つや二つ。構いませんよ。実はかつて私はタンドリオン様に護衛をしていただいておりまして。え、そうなの。ええ、彼はとても献身的に私のことを守ってくださいました。献身的にね、え、今のあの人からは想像できねえな。バレリア、今は黙ってて。ステビアさん、続きを。はい。そんなある日、私は彼の制止を聞かず、魔物に襲われた村の視察に出かけたのです。そこにいたのは、大地を埋め尽くさんばかりの魔物の群れ。彼は私をかばって大怪我を。そのせいで彼は利き腕を痛め、存分に剣を振れなくなり、騎士団の職も辞してしまいました。すべては私のせい。私が彼の言うことを聞いていれば。そんなことがあったのですね。では、以前泣いていらしたのは、それが原因で。ねえ、ステビア。ステビアは、タンドリオンと仲直りしたくないの？いえ、仲直りなんて、そんな。すべて、私が悪いのですから。そういうことを聞いてるんじゃないと思うわ。とにかく今のままじゃ嫌なんでしょ。それは、ええ、わがままかもしれませんが、できることならまたあの方とご一緒に。ならその気持ちをしっかり伝えなきゃ。自分が悪いって言ってるだけじゃダメだよ。そうですよ。あ、気持ちを伝えるために贈り物をするっていうのはいかがですか。お、ナイスアイデアじゃない。ね、ね、そうしましょう。そうですね。ですが、贈り物。彼の誕生石をあしらったネックレスなどでいいのでしょうか。それでいいと思うよ。あ、せっかくだから相棒が用意してこようか。ステビアとタンドリオンが仲直りできますようにってたくさん思いを込めるからね。任せておいてください。そうですか。何から何まですみません。どうか、どうか
よろしくお願いいたします。クエストクリア。レシピが解放されたよ。タンドリオンさんへの贈り物、用意しましたよ。まあ、素晴らしい色合いですね。これならきっと、あの方も。ありがとうございます、皆さん。私、勇気を出して、自分の気持ちをあの方に話してみようと思います。ええ。きっとそれがいいですわ。気持ちは言葉にしてしまうのが一番早く伝わりますもの。だな。あとはあの隊長さんが二部鎮じゃなきゃいいんだが。ですわね。普段から色男に見せかけている分、ちょっと怪しい気はしますけど。ま、どっちにしろやることは変わらねえさ。ステビアさん、タイミングを見計らって一気に行くこった。盗みも人間関係もタイミングが大事なんだぜ。はい、承知いたしました。頑張って一気に仕留めてみせます。じゃあダメな気がするんだけど、頑張ってね。ええ、この贈り物とともに私の思いをあの方へ。大事なのはタイミング。またあの方の笑顔を見るためにもしっかりしないと。あれってステビアとタンドリオン？シン、黙って様子を見ましょう。あのタンドリオン様、これを受け取っていただけますか？これ
アンドリオン様の誕生石をあしらったネックレスです。あの方に作っていただきました。タンドリオン様、私がわがままなのは十分承知しています。でもそれでもこの気持ちをお伝えしないわけには参りません。お願いです、これからもどうかまた私のそばで笑ってはいただけませんか。あなたは私にとってその宝石のように輝かしくかけがえのない存在なのです。ステビア様、ごめんなさい。今すぐにというのは無理です。今の俺にはやりたいことができてしまったから。そうですか。はい、でも俺のやりたいことってどうも思っているより早く終わっちまいそうなんですよ。な、お礼ですか。隊長のやりたいことってやってみる。ま、わかんねえならそれでいいさ。ですからステビア様、俺のやりたいことが終わったら必ずまたステビア様のお隣に戻ると約束します。だからそれまで待っていていただけますか。まあわかりました。いつまでだってお待ちしています。ありがとうございます。それでは俺はこれで。ステビア様、また。ええ、またお会いしましょう。タンドリオ、よかったですわね、ステビア様。一気に仕留めるとおっしゃっていただけのことはありますわ。ええ、これも皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。いや、それはいいんですけど。おお、隊長のやりたいこと。まだ分かってないの？うわ、クレソンって思ってたより数倍鈍いのかも。ですね。これはさすがにちょっと。そこまで言われることなのか？たちのこと呼んだ。ああ、呼んだぞ。
みんなよく来てくれたな。ううん、気にしないで。それよりどうしたの？もしかしてまた頼み事？いいえ、頼み事ではありませんよ。実は、そろそろルーゲントへ帰ろうと思ってね。その挨拶をしようというわけさ。みんな帰っちゃうの？ずっとアカデミーにいればいいのに。こら、ペパーミント、わがまま言うんじゃないわよ。お父様も兄様も姉様もゴアハウンドもみんなやることが盛りだくさんなんだから。ですが王、あのように可愛い妖精に壊れてしまった。ああ、アカデミーに住居を移すのもやぶさかではないかもしれん。ちょっと、お父様？冗談だ、冗談。アカデミーに来た目的は果たせたからな。君をはじめ、近い将来国を担ってくれる若き才能に出会えた。アクシデントこそあったが、大変実りある視察になったよ。王様。今度はルーゲントの王城に招待しよう。歓迎するぞ。ああ、もちろんだとも。できうる限りの豪華な宴を開くとしよう。ええ、その時は私もぜひご一緒させてくださいな。腕が鳴ります。料理。わー、素敵です。私も行っていいですか？ああ、当然だとも。楽しみにしていてくれ。さて、夜はそろそろ立つとするか。いろいろなことがあると思うが、くれぐれも自分の道は見失わぬようにな。はい。あとはそうだな、ソレルのことをくれぐれもよろしく頼むぞ。お父様、いいから。そういうのはいいから。いや、しかしだな、やはり父として心配なものは心配。いいから。ほら、出発するならさっさと出発する。王もソレル様には肩なしですな。ですね。ほら、父上、早く行かないとソレルに嫌われますよ。それは困る。では、皆、また会おう。タンドリオン様、また。ええ、また。必ず会いに行きますので。
クエストクリア。しようかな。